ドゥンドゥンドゥンヘイドゥンドゥンドゥンヘイしましてよ、出しましたよ。ベルマーク、ベルマークとかほっぺに貼ってみたいなって思ってますね。ベルマークみんな集めてますかね。20年ぐらい使ってるかなこれね。もう30年ぐらい使ってるかもしれないね。もう50年ぐらい使ってるねこれはね。うん、 I'm a bloody t-shirtパンクの星から来ました。シーナヒカリです。イエー！今日はお前らにとっておきの可愛いパンクメイク、甘めパンクメイクを紹介してやるや。お、見てやつ、かかってこい。ゲッツ、パンキン、スパンキン。ヘイ！と、まず最初に、カラコンを入れました。カラコンは、キャンディマジックのキンググレーをつけてます。こちらはですね、すごい大きいんですけど、ちょっとツヤのある感じになって、見る視点によってちょっと緑とか黒とか、灰色とかに見えたりとかして、とても鮮やかでおすすめです。こちらです。こちら、アクセーヌクリームファンデーション。ちょっと気になるところだけを、カバーしました。ドゥン。こちらマキアージュのスノービューティーですね。こちらで、お粉ですね。こう、やります。これは、母の、メイクドッグボックスから、ちょっと、取り上げて、押収してきました。母親から押収しましたね。と、お母さんの引き出しあされば大体入ってるんじゃないですかね。見てみましょう。そして、次にチーク。こちらキスのミックスハートチークです。これいつも使ってますね。お気に入りですね。うん。もう、20年ぐらい使ってるかな、これね。うん。20年ぐらい使ってる。うん。もう30年ぐらい使ってるかもしれないね。ずっと使ってますね。これ、廃盤しないでいただきたい。マツキヨとかに売ってて値段も1000円ぐらいで買いやすくて。で、かつ、すごい幅広く塗ってるので、色が濃すぎちゃうと、まあ、濃いんですけど、幅をこんだけ広く塗っても大丈夫なぐらいの薄さではあるので、薄いのを広い面積に塗りたい派ようです。次シールです。シール、これは100円均一ダイソーで買いましたね。100均で買ったやつ。これハートですね。ストレートな、スタンダブルなハートです。まあ、気分に合わせてでいいと思うんですが、今日は4つほど貼ってみました。まあ、両方貼ってもいいと思いますし、両方貼ろうかな。両方貼ったら困ることある。うん。ね、両方貼ろう。ここ。うん。こうなんか、目のね、下に貼ると目力アップみたいな感じにもなりますし、こうやって貼ると、なんか、イベントあったのかなみたいな、ちょっと、おしゃれオーラがすごく出ますよね。うん、おしゃれオーラ。キラキラ感が出ますね。夢感が出ます、非常に。そのうちですね、ベルマークとか、ほっぺに貼ってみたいなって思ってますね。ベルマーク。みんな集めてますかね。そして次、リップシャイン、サプライム、リップカラーです。こちらを、ちょうど、この、頬の骨のところ、高いところの位置にやりました。高いところの位置だけやって、なんつうんだろうな。まあ、ツヤ感と濃い感じ。二度塗りで濃い感じを出しましてよ。出しましたよ。と、そして次がね、ノーズシャドウです。今回は普通ぐらいですかね。前回よりは濃くない最近ノーズシャドウの濃さが分かんないんですよね。うん。そうですね。まあでも人に合わせてこれはやっていただければいいかなと思うんですけど、まあ僕は鼻だけは高くしたい派ですね。やっぱり、うん、いつまでも鼻だけはテルマエロマエに憧れを抱いてる感じの平平たな人間でいきたいなと思ってます。そうですね。うん。いいかなこれ。そして眉毛です。あんまま見えないんですけど、なぞる感じですかね。はい。そして、次、ビューラーで、まつげを上げます。地まつげを上げます。地まつげを開いた方が、まつげ、つけまつげの装着が良くなります。そして
次がアイラインですね。アイラインもかなり濃く引いてます。うん、あの下にも引いてます。下はちょうど瞳の下あたりです。粘膜に引いてます。下を引くのと引かないのじゃだいぶ変わります。つけまはあのアイクちゃんのブラウンミックスの小悪魔をつけてます。やっぱアイクちゃんシリーズのねまつげが大好きですね。すごくなんだろうな、カールが違うのかな、他のまつげとはやっぱ違うんですよね。パッチッとする、ここのねもう上についちゃうぐらい、うん、もう CC カールですね。 CC カール、これすごい、だって皮膚についてるもん、こうやって開けると。それぐらいなんか全開マンのつけまつげ、アイクちゃん。そして次がまたスキンフードのやつで、これがシャドウの代わりで目尻にちょっとやって、あと上もちょっとやりました。まあ気持ちですかね、気持ちの問題ですね。そして下の粘膜のところと直しでもう一回アイラインを使いました。垂れさすのと、あとまあ埋める隙間を埋めました、上の、あと下ね、粘膜。そしてマスカラで下まつげにちょっと塗りました。塗りましたね。そしてハイライトですね。これはずっと使ってますね。こちらももう50年ぐらい使ってるね、これはね。うん、すごい使ってる、すっごい生きてくれてるね。これをハイライトとして鼻と、あとこの目の下とか目頭にもやりましたね。何でも使えます、これ。これすごい人気みたいです。モデルさんの中でもすごい人気みたいです。で、ラストリップです。これ、ビクトリアシークレットのやつで、すごくいい匂いで、このシリーズのやつ、ほんと全部大好きです。香り物のやつもね、すごい好き。海外でしか売ってないやつとかもね、ありますからね、そういうのをすごい取り寄せちゃう。取り寄せてる、いつも取り寄せちゃうタイプですね。ビクトリアのやつは大体全部好きですね。でも日本にねあるやつはね、ちょっとねみんな持ってるからね、やら、海外でしか出てないやつすごい好き。カップケーキとか、なんで海外だけあんなゲロアマなやつ出して日本は出さないんでしょうね。うん、ゲロアマが好きです。そして髪の毛は前髪が今ちょっと長いので、ちょっとアイロンで巻いた、うん、軽くやりました。まあ、ポイントはアイロンでやることですかね。割とこの前髪カールっていうのは重要で、いつも前髪何もいじらない人にとってはすごく重要で、やりすぎるとすごい変な感じがしてしまうので、うん、ギリギリなラインで今頑張ってやめました。うん、前髪巻くのってめっちゃ重要なんですよ、本当に。コテとかでやれる人ってすごいなって思いますね。まあこれでこうやって横にね流すタイプの人とかもねいらっしゃいますけどね。あとハーフツインテールにしてポンポンのゴムをつけました。赤と黒のゴムをつけました。髪の毛がスーパーロングです。そしてチョーカーをつけました。ヘイヘイヘイ、良い子のみんな、いや悪い子のみんな、ピカリン様のパンキンメイキングどうだったかな。最高にクールにかっこよかっただろう、イエーイ。ライム決まってる。この服はですね、ね、わかる？みんなこれ超パンキンでしょ。やばくないですか？これめっちゃお気に入りで、買ったのは割とまあ2年ぐらい前かな、なんですけど、後ろもねすごいんですよ。後ろもねなんかこうなってて、これなんかもう うっこみたいな感じですよね。うっこなのか、こケーキなのかね。キャッピンケーキ、カップケーキ、カッピンケーキですね。そんな感じで、この T シャツすごいパンキーね。脳みそクラッシュ、脳みそ出て、ブラッティブラッティ、 I'm ブラッティ T シャツで、これがこれもかっこいいんですけど、パンキーなんですよ。このすごい丸尾末広さんのところのメイリーウィンキー、メイリーウィンキー、メイリーウィンキーっていうねブランドですの服ですね。ここにすごいねキルする感じの指があって、めちゃめちゃかっこいいです。
よし。それでは皆さん、最近ピカリンですね、YouTuber 始めましたので、ゲーム実況とかね、おじい様に顔面ケーキしたりとか、あとデリバリーをもしもしみたいな声で頼んだりしてるんですよ。ここ一番のカレーおめでとう。何からですかって聞かれて、ごからで、名前が飯田さん、何回シーナですって言っても飯田さんまでよろしいでしょうか。動画とかあるんで、よかったら見てほしいなって思います。そして、魔界の館ピカリのライブスケジュールが見れるので、ぜひ見てください。そして最後に、かわいいパティーン、ぜひぜひ、いや絶対登録してください。いいですかお前ら、サブスクライブ